今日から俺は YouTuber、京都シャイニーボクシングジムの小松です。今日はですね、実戦でガードが下がらないように、しっかりとパンチを打てるようにする、その体の意識の仕方っていうのを、紹介してみたいと思います。特に実戦になってくると、こうやってしっかりグローブをつけて、このグローブの重さを感じながらずっとパンチを打ったりしてると、どうしてもその試合中はガードを上げてるつもりでも、どうしても後で動画を見直すとこういう風にこれがねガードが下がってたり、上げてもパンチする時に一瞬下がってこういう感じで打ったり、グローブの重さに引っ張られてパンチを打ってしまうというのがどうしても多分皆さん悩みであるかと思います。で、それをちょっとでもガードを下げずにしっかりとパンチを打っているための、その意識の仕方っていうのをちょっと考えましたので、ちょっとご紹介しています。ですね、意識として、ガードが下がってしまうっていうのは、どうしても体が疲れてきたら、この肘ですね、肘から先、肘と手首を使ってパンチを打ってしまうっていう手が出やすいんだと思います。で、こういうふうにここで打ってると、逆に肩とか脇があんまり動かずにここだけで打っちゃうっていうのが、ここの振りで打ったり、一回下げて伸ばし、下げて伸ばし、下げて伸ばしてっていう打ち方になるので、私も一人でも例えばこう打つんじゃなくて、一回下がってから打ってしまったりとか、この振りでグローブの重さを利用して、フリッカーみたいにこの遠心力でパンチを打つっていうのが、やっぱ下がってしまう癖なんだと思います。なんで逆に僕が考えたのは、この脇ですね、脇をしっかり相手に向けて、この構えてる状態から時にしっかりと相手にこの脇を見せて、最後の最後に肘を伸ばす、この意識がすごい大事だと思う。だから肘を伸ばすのが一番最後、それまではしっかりと足とこの体、脇を使って相手に対してしっかり差し込みます。極端にやると踏み込むときに相手に脇を見せるように、肘はなるべく90度このガードの状態で、当たる瞬間にもうこの肘を最後に下げずにこのまま伸ばすだけです。こうすることでガードが下がらずに、みたいな、相手に対してまっすぐ、相手からしたら普通にこのガード下げて肘が下がって肘から曲げていくと、結構こういう感じで軌道が見えやすかったりするんですけど、パーリングで叩きしやすかったりするんですけど、この状態でしっかりと肘を90度にしておいて、ここでやってもらうと、なるべくパンチの軌道もなるべく相手に対してまっすぐで見えにくいし、肘がやっぱ下がらないとガードもやっぱ下がらないんですね、基本的に。だから、これ何が違うかというと、脇を意識することで、肩周りの肩甲骨がしっかり、まず動くようになるんで、ここがまず最初に動くんで、袖先のパンチじゃなくて、しっかりと体を使った、この体の胴体を使った、このパンチの打ち方っていうのができるようになると思います。ストレートも一緒で、このイメージ、極端にここまで見せる必要はないんですけど、意識としては、一回脇を見せてしまう。見せてしまって、ここを見せた状態で押し込むだけ、ここで、この状態からやってもらうと、この実践でこうやってやってる中でも、あまりガードが下がらずに打てるようになるので、脇を相手に対して見せるっていう意識を持って、ガードをしてもらうと。このガードしてる中でも、このガードした状態でパンチをスムーズに最短距離で打てるようになるので、結構大事です。で、一個おすすめがあって、さっきこの脇が大事って言ったんですけど、上だけ意識してしまうと、足が止まっちゃうんですね。なんで、こういう風に打ったり、こういう風に打ったと、結局腰が浮いて、なかなか足がついてこないような感じになるんで、実践に向いてないんですけど、この脇とのお尻、この右脇と右裏もも、左脇と左裏もも、それぞれをリンクさせて、パンチ打つときに、見たら、半歩、この脇に合わせて、打ってもらいます。それをすることで、
足がしっかり連動した状態で前に踏み込みながらパンチがスタートが下がらずに来るようになるんで、連打で結構展開が綺麗に合わせるように、まあ、前に出るボクシングっていうのがすごい強い点できるようになるんで、まあ、ガードが苦手な選手でインファイトが苦手な選手とかはこれ練習してもらうと、ガードしっかり上げた状態で前にも出ながら足も使いながらいけるんで、結構戦うのが気持ちが楽になると思います。不要なパンチっていうのをもらいにくくなるので、まあ、ぜひ試してみてもらえたらと思います。大事なのは脇、それで手で意識できるなら裏腿を一緒に乗せる、脇に乗せるように一緒につけてくるようなイメージで置いてもらうといい感じで、肘は最後に伸ばす、この意識が一番大事です。まあ、肘と手首に頼らずしっかりこの胴体の元から動かす意識っていうのを持ってもらうと、まあ、綺麗に動けるようになるので、ぜひ試してみてもらえたらと思います。ありがとうございました。